バードストライク。バードストライクとは、鳥が人工構造物に衝突する事故を言う。主に航空機と鳥が衝突する事例を指すことが多い。この他、鉄道や自動車といった他の乗り物、風力発電の風力原動機、送電線や送電鉄道、ビル、灯台などにおいても起きている。高速移動中の人工構造物への衝突の場合は、小鳥程度の大きさであっても、 非常に衝撃が大きく大きな事故へと発展する可能性がある。航空機におけるバードストライクは離陸動作中、滑走、離陸直後もしくは着陸動作中の速度が比較的遅く、高度が低い時に起こりやすい。飛行機ではジェットエンジンが主流の現在はエアインテーク、空気吸入口に吸い込まれる事故が多く、特に旅客機のジェットエンジンは エアインテークの直径と水力が大きくかつ地面に近い子もあるため、バードストライクが起こりやすい。例えば、ボーイング777のエンジン GE90 型に至っては、ファンの直径が3メートル以上もある。ヘリコプターではローターに巻き込まれる事故が多い。飛行中に衝突することもあり、小型の鳥類であっても高速で飛行する航空機にとって、 衝突時の衝撃は大きなものとなり、最悪の場合は墜落に至るケースもある。民間用旅客機については、離着陸時のバードストライクによる墜落を防ぐため、装備するジェットエンジン開発の際に鳥を吸い込ませるテストを行う。ウィンドシールド、風防、コクピット全面の窓のことが多層構造になっているのも、バードストライクが理由の一つである。 例えばボーイング747のウィンドシールドは個層構造であるが、これはガラス層の間にビニール層が挟まれている合わせガラスとなっており、衝突時の衝撃を吸収できるようになっている。被害の程度はウィンドシールドの形状にも影響され、リアジェット機のように強く傾斜している場合は衝突した、鳥が突き刺さらず、潰れながら後方に引かれるなど、 肥大軽子のように作用することが判明している。近年ではターボファンエンジンのファンブレードに複合材料が使用される例が増えているが複合材料は金属材料に比べて対衝撃性に劣るため重量が増するにもかかわらず前円部をチタンで覆う系が多い。かつてロールスロイスホールディングスが RB211 エンジンの開発時に当初複合材製ファンブレード 商品名ハイフィルを採用したものの、バードストライク試験を通過できず改めのための費用が、かさんだことで資金繰りが悪化、倒産して国営化された例もある。この教訓を踏まえ後に開発されたトレントでは、シタン製の中空ファンブレードを採用した。空港では、対策係のバードパトロールが車で巡回し、散弾銃の空砲や爆竹の音により追い払っている。 近年では車に搭載したスピーカーから鳥の苦しむ、鳴き声、ディストレスコールを流すことある。この他に訓練された犬を使い、航空機とは正反対の方向に鳥を追い立てるといった予防策も行われている。特に海上空港では海鳥が集まりやすく、バードストライクの危険性が高い。日本国内における航空機のバードストライクは、 2006年2233件の報告があった。例えば、東京国際空港、羽田空港では118件、神戸空港では94件などである。そして、羽田は国際化や LCC の導入などにより2014年には約200件に増えた。海上空港である中部国際空港では2007年に1万羽近い海猫が集まったために、 滑走路が使用不能になったことがある。これらによるエンジンの損傷や事故機が空港へ引き返すことで発生した損失は国内だけで年間数億円とされ、事故予防のため航空会社や空港は様々な対策を講じているが確実な有効策がないのが現状である。全日本空輸では1985年からエンジンに目玉マークを書いて、 鳥が近寄るのを防ごうと試みたことがあるが、効果が上がらなかったために中止された。高知空港、高松空港、松山空港では早草を放して、空港周辺から鳥を追い払う試験が行われたことがあるが、これも効果が上がらなかったために実用化には至っていない。日本では自由の免許取得が難しいため、 手軽な遊戯銃と紙火薬を用いたり、録音した銃声で追い払うことも多い。NEC では、バードストライクの危険性を軽減するための装置群、取り位置検出ソリューションを開発しており、東京国際空港で採用されている。新幹線などの高速鉄道にて起きるケースが多い。特に新幹線においては、かなりのバードストライクが発生している模様で、フロントガラスに当たらなければ、 走行に大きな支障はないため報告は少ない。また、在来線でも発生することがある。2014年3月28日、東日本旅客鉄道、JR 東日本武蔵野線東川口、南越谷間を走行中の東、所沢発西船橋行き下り列車のフロントガラスにカラスが衝突し、フロントガラスが破損した。自動車のバードストライクは、 道路上に横たわるタヌキなどの死骸に集まるカラス、飛びなどにより引き起こされる。大行の鳥であるために、動きが遅く、車との接触事故を起こす。また、小型のスズメなども起こすことがある。状態を、剥き出しののまま乗車する、ホーミュラカーやオートバイでは、重大事故に直結する場合があり、海市では、アランス・テイシーが、顔面に鳥が衝突したことにより、事故死している。 灯台のバードストライクは主に渡り鳥により引き起こされる。灯台の明かりを太陽と勘違いしぶつかるのではと言われている。ビルへのバードストライクは窓ガラスに鳩やカラスなどが衝突することによって起きる。全体が鏡のようになっているビルが増加したことでビルに映った背景が本物の空と区別が月にくくった。これにより鳥がビルの存在に気づかず衝突したり、 反射する太陽に反応して衝突する事故が増えている。風力発電施設のバードストライクは国内では飛び、オジロワシやその他の猛禽類、カモメ類、カモ類、カラス類などで衝突死が報告されている。風力発電の先進国であるデンマーク、オランダ、イギリス、アメリカなどからより長期にわたる詳細かつ定量的な調査報告がなされている。 猛禽類や渡り鳥の衝突事故が懸念されている。また、施設が希少種の生息域やその近くとなることも心配されている。クリーンなエネルギー源として風力発電施設の設置が推進されている一方、風力発電事業は環境影響評価法の対象から外れており、環境影響評価に関するガイドラインも未だ整備されていない。このような現状に対して、 野鳥保護の観点から、日本野鳥の会は、環境省に対して、意見、要望を表明している。その概略は野鳥への影響がありそうな立地を避けること、風力発電の野鳥の生態に対する影響を調査、研究すること、さらに事前の環境影響評価と事後の調査を、事業者に義務付けることなどである。特に国立公園、国定公園内の設置には、 慎重な姿勢を表明している。移動性野生動物種の保全に関する条約、通称、ボン条約の第7回定結国会議で、風力発電建設に関する決議が採択され、特に大規模海上風力発電の渡り鳥、海鳥に対する影響に考慮することを求めている。風力発電鳥への影響。バードストライクが取り扱われた。 もしくは劇中にて登場する映画も存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。